今日は、アンズが我が家に来て、初めてのお風呂タイムです。猫ちゃんをシャンプーしてあげるのは、初めてなので、とてもぎこちないです。水に近づけると、嫌がって、なかなか素直に入ってくれません。なんとか少しずつ、体を濡らしてあげて、水に慣れさせていきます。それでも、時々必死に抵抗してきます。アンズも必死ですね。おや？急におとなしくなりました。どうやら観念したようです。あ、逃げてしまいました。なんとか確保できました。それでは、シャンプーしていきましょう。まずは、背中と頭を優しく優しく。尻尾とお尻も、忘れないように。ここまで来たら、おとなしく無抵抗ですね。さあ、だいぶ綺麗になりました。そろそろ、いいかな。油断していると、やっぱり暴れてきます。ぬるま湯でシャンプーを、洗い流していきましょう。お顔の周りも、念入りに洗って、はい、お風呂は終わりですよ。よく、頑張ったね。体をタオルで拭いてあげて。ふう、疲れたって顔してますね。それでは、毛を乾かしてあげましょう。ブリーダーさんから、キャリーケースに入れて、外から、ドライヤーの風を吹きかけると、作業しやすいよ、と教えてもらったので、早速、試してみます。今度は、何をされるんだと、不安そうなアンズです。だいぶ乾いてきました。今度は、正面からも風を送ります。毛も乾いたので、次はブラッシングです。ブラッシングは好きみたいでおとなしいです。
なんとか、無事に終了です。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、お願いします。